王座体感。日本人初の偉業は横須賀出身の18歳によって成し遂げられた。若きレジェンドコレクター、奈良かエイムスポーツ。今年4月の大会までに獲得した頂点のタイトルはラジャダムナンスタジアムを含む4つ。そしてその歴史600年、数々の強豪日本人が挑むも誰も獲得できなかったルンピニースタジアムのベルトに挑戦。若干18歳へ偉業を成し遂げた天才がここにいる。これからは3階級を制覇したら本当にそれは多分今後塗り替えるのが難しい記録になると思うので、それを成し遂げたいですね、はい。大人じゃ想像もできない新世代の旗頭は早くも新たな挑戦へと赴く。選ばれた人間しか巻くことを許さないムエタイの歴史的偉人の名を冠した。タイ国スポーツ協会認定ナーイ・カノムトムの王座へ。争うはワンショットキラー、ゲンカーヌーポンテープ。首相撲を武器とする名門の軽量級エースにナーイ・カノムトムの王座へ挑戦する権利は与えられた。名高にとって階級をアップしていきなりの強豪相手のタイトル戦。やはりこの道は想像を絶する修羅の道。パンチも蹴りも何でも倒せる自信があるので、はい、KO で勝てたらいいなと思ってます、はい。タイ国スポーツ協会認定ナーイ・カノムトムライトフライ級王座決定戦。ナダカ・エイムスポーツ VS ゲンカ・ヌンポンテープ。